こんにちは、代々木ゼミナール世界志向士佐藤です。恒例ポストカード受付開始です。ポストカードとは、木尾先生の直筆の個別に皆さんからのメッセージいただければ、長ければ長いほど客からのメッセージも長くなる。あとは世界史の教訓を書いてあります。あとラストスパートの心得も書いてあります。大学生になった後、世界史のツアーに行きたい人、幸男の世界史超えた講演会聞きたい人、コンタクトについても書かれています。なので、このバーコードにアクセスしてください。この紙はバイブル掲示板にもありますし、この YouTube のところのコメント欄とかにもありますから、そこから印刷して撮ってくださいね。ってことで、毎年恒例元気が出るポストカード合格祈願ね。あれだけ宗教改革の時にこんなのいらねえよって言っときながら、ここでは必要。12月7日月曜日受付開始です。Google ホームで受け付けてるので、ここに住所とか電話番号とか入れてくれれば、お送りいたします。はい、過去です。過去です。これ去年一昨年、3年前、4年前、5年前、6年前、7年前、8年前、9年前、10年前、11年、とりあえず12年前まで残ってました。今年は YouTube 初めてなので、いつもより申し込みが多いと思います。はがきがなくなっちゃったら送れないので、お早めに。届くのはお正月から共通テストぐらいの間にポンポンポンと発送します。でも共通テスト受けない人は、別に次第までとか、2月25日まで送ってとか言ってくれれば、書いておいてくれれば、その時期に送ります。欲しいタイミング言ってください。それではお待ちしてます。頑張りましょう。